私の母親ワイルドワイルドって言うとスギちゃんしかこれってなんだかわかりますかなんだろうちっちゃくて見えないだろう拡大しますまあ、ちっちゃすぎるのでカメラで撮っていきますこのちっちゃいものなんだろうなんかスイカのような模様がついてるちっちゃいうり 出来損ないの野菜どれも違いますこれなんですけど名前はワイルドキュウリ野生のキュウリですかねでこれからこのワイルドキュウリ食べてみますキュウリの味するって言ってましたけど確かにキュウリの味もしますけどすごくなんかフ,フルーツよりの味ですね まあ変わった味ですねもうちょっと大きくなった方がいいのかなってこれに減水台の写真が載ってますけどこれよりちょっとちっちゃい状態たですのでもうちょっと育つのを待った方がいいのかなそんな感じがしましたね最後も食べちゃいましょうそれこのワイルドキュウリゴーヤカーテンみたいにカーテンを作るためのものですねこれこれ私の持ってるものをあのジュースのデルモンテが販売してますね これもなんか意外なところですね。デルモンテがないっていう。なんかこれも不思議な感じです。あと、ワイルドキュウリ。野生のキュウリって意味ですかね。原始的なキュウリ。そんな感じだと思います。まあ名前が面白いですね。ちなみにこれ母親が持ってたんですけど、私の母親ワイルドワイルドって言うと、スギちゃんしか思い出さなかったみたいですね。ワイルドだろうとかって言ってる人いますけど、なんかそればっかり頭の中にこびりついちゃってるみたいですね。ワイルドイコールスギちゃん。 まあただワイルドって別に昔からある単語ですからね。自然とか野生的とか。まあ私もワイルドとナチュラル、いまいち区別が、明確な区別がつかないですね。ナチュラルが普通に自然という意味で、ワイルドは野生とか荒々しいとか、そういう意味が含まれてる程度なのかなって思いますね。まあなんかどんどん脱線しちゃいましたけど、ゴーヤカーテン。夏の暑い時のカーテンはゴーヤだけ。そう思ったら間違いですね。これワイルドキュウリ。 ぜひ試してみてください。ゴーヤーと違って、キュウリだったら食べられる人多いと思います。ちなみに私、ゴーヤー大嫌いです。